命が惜しくないようだな。あんた、いい、お前、そういうことなら八尾の俺が死んでも同じ。そうすりゃ敵の計画とやらも台無し。ナルトが行けるよう俺の命を通し。 B のおっちゃん、お前たち人中力は己であって己でない存在だ。国のパワーバランスであり、里の力であり、国と里にとって特別な存在だ。お前ら個人の好き勝手にはいかん。立場を理解しろ、大バカどもが。まあそうかもしんねえが、俺は個人としてどうしても捨てきれねえもん持ってる。心意気、それをなくしたらただの兵器。つべこべ言うな。お前たちはわしの言うことを聞いていればいい。完全に頭に血が昇ってやがるな。今はまともに話を聞いてくれねえぞ。ブラザーを抑える、ハッツァン、力を貸してくれ。派手にやりすぎるなよ。お前らの兄弟喧嘩は規模が半端ねえんだからな。青いよ、おっちゃん。大人の俺様、少年馬、少年ナルトは手を出すな。B、貴様このわしに手を挙げるつもりか。俺もナルトも負けやしねえ、自信。それが分かってる、俺たち自身。いくらへりくつをこねようと、お前たちを自由にはさせん。わしの力を持ってここで止める。力があっても止められねえ意志がある。それを見せるぜ、俺様が。うぃー、戦闘開始。いくらブラザーでも、手は用はやらせねえってはいいよ。なぜそこまでキュービーに肩入れてるのだ。お前も負けてねえ。飛ばしまえ、ビー。チェアやっ、何がお前をここまで突き動かす。俺の中にはいろんな思いたくさんあるけど、一番重い思いはブラザーから送られたもの。お前は俺にとって特別な存在だ。俺たちは最強か。あの言葉は宝物。ダルス様は強くいられる。ごめんと、キラ謝り。こいつで決めろぜ、ブラザー。よかろう。まだまだ俺の理想とするラリアットになってない。とっくに理想を超えてるぜ、ブラザー。俺の中に大切なものがある限り絶対に死なない。それがブラザーとの契り。